改めて日本代表監督続投が決まった森保一さんに今日はお越しいただいています。そして安藤アナウンサーにから加わってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森保監督、はい、就任おめでとうございます。ありがとうございます。この間まで日本代表はい、もうこうやって引っ張っていって、はい、また次期監督ってほとんど間がないなと思ったんですけど、はい、正直途中ちょっと温泉旅行でも行きたいなとかなかったんですか？そうですね、あまり思ってないです、はい、サッカーにこうた携われることを嬉しく思ってますし、ワールドカップ終わってからもこうやってメディアの皆さんがサッカーを取り上げていただき、応援共闘のお礼と、またこれから の、うん、応援であったり一緒に戦って、くださいというお願いをさせていただけるのは本当に嬉しく思ってます、はい、もうこの仕事が続けられるのも最高にやっぱり幸せだっていうことですか？おっしゃる通りですね、はい、自分の大好きなことを仕事にできるので、はい、もう本当に嬉しいです。日本サッカーをどう育てていくか、そこを今日は中心に聞いていきたいんですが、はい、その前にですね、実はおとといこの報道ステーションで放送した長友佑都さんのインタビュー、はい、松岡修造さんが行った対談なんですけども、はい、こんな場面がありました。ご覧ください。見ました。見ましたか？2人で抱き合ってる時、はい、何をおっしゃられていたのかなってすごく気になったんです。いつどんな時もポジティブにチームを引っ張って、くれていましたし、同時に後方支援で若手が伸び伸びと、プレーできるように働きかけてくれていたので、本当にありがとうって、日本のサッカーのためにありがとうっていう言葉を、はい、かけてました、はい、安藤さん近くで取材していて、日本代表空気ってどうでした？いやもう本当に、ね、内田さん練習の時もベテランの選手が声をたくさん出して、若手の選手もそれに乗っかって、いや雰囲気いいねなんて言いながら練習見てましたよね。そうなんです。それっていうのはその雰囲気を出せるっていう監督の手腕でもあるし、はい、そういった選手たちを26人今回選びましたけども、まあ、そういったところの狙いもあったんじゃないかなというふうに思います。なるほど、はい。さあこれからの日本サッカーについて話を聞いていきたいと思います、はい。まあ、先ほど反町技術委員長のお話もありましたけれども、はい、注文もつきましたよね、はい。キーワードがその能動的という言葉だったと思うんですよね、はい、つまり受動的受け身ではないという意味ですけど、はい、ここの意図するところ、まあ、協会としてあるいは森松さん個人としてどんなことをイメージされますか？でも おっしゃる通りだと思います、うん、より我々がゲームをコントロールして、相手に圧力をかけて戦っていく、いけるようになるということは、攻撃においても守備においてもより相手の、ゴールに近いところで、試合を進められるようにしていかなければいけないと思います、うん。しかしながら今回の戦い方も、ドイツやスペインに対してはかなり、守備に回る時間も多かったですけど、はい、それも含めて両方とも全て主体的に、やっていくと、攻勢に出られたとしても主戦になったとしても、うん、選手たちが理想と現実の中で現実を受け止めて、うん、主体的に、はい、攻撃も守備にも、考えて戦っていくということはこのワールドカップでも、はい、うん、選手たちが表現してくれてたところかなと思います、うん。はい、まだまだ力をつけろということは教えてくれたと思います。その能動的になるというのは、まあ、攻撃においてはもちろん、はい、守備についてもそうということなんですが、はい、内田さんね、はい、この能動的なサッカーってどんなふうに捉えてますか？まあ、アルゼンチン優勝しましたけども、自分たちが守備をしていても、うん、ボールを握ってなくてもゲームを握っているような感覚、うん、なんかこう主導権は渡さないっていう感じがすごいしたんです。その、まあ、例えば攻撃をするにもただポゼッションをすればいい、はい、ボールを握っていればいいっていうことじゃなくて、日本代表今回ショートカウンターでかなり点取れてたシーン、チャンス作れてたシーンっていうのが多かったと思うんですけど、うん、まあ、そういった部分全部含めて もう選手の個々のレベルがアップしていかないと今後はやっぱり厳しいなと思います、うん。 A 代表で招集できる時間っていうのも本当に限られてますし、うん、はい、僕は選手として一日一日の日常のレベルでどこまでいけるか、うん、どのチームでできるのかっていうのをいつも意識していました、うん。その一つの基準になるのがチャンピオンズリーグ、ヨーロッパで一番、大きい大会ですね、が一つの基準になってくるんじゃないかなと僕は思っているんです。で、うん、森保さん東京オリンピックの監督もされていましたし、うん、今その年代がぐっともう一段階上がって、うん、いい脂の乗った
世代になってくるんです。でそこも見据えてたんじゃないかな、僕集大成はこの4年後だったんじゃないかなって実は思ってるんです。これからのそこどう考えてました？そうですね、いえ一応はここで区切りかなと、はい、思っていましたけど、はい、でも未来の日本のサッカーがこう世界で勝っていくために、田嶋会長であったりその当時 の西野技術委員長は、はい、この先を見据えてくださってワンチームツーカテゴリーということで A 代表、うん、そして、オリンピックという、こう幅をこう持たせていただき見させていただいた中で日本がより世界でこう勝っていける、うん、体制作りを強化をしていこうということで、私というよりもこう会長、技術委員長がその、未来を見ていた方だったんだろうなっていうことは改めて今感じています。大会が終わった時に選手たちにはこうなんて発してみんなバラバラになったんですか？そうですね、選手たちにはまさに今内田さんがおっしゃられた通りのことを伝えました。解散の時に、いくつかのことを話しましたけど、私がやるやらないは置いといて別にして、この4年後次のワールドカップで、日本が目標を達成するためには、個の力を、はい、よりつけることは大切だということを話していまして、選手たちにはワールドカップ基準で勝つために、日々、所属チームで、自分のレベルアップに努めてほしいということを言いましたし、もちろんJ リーグをおろそかにしてもいけないですし、はい、選手の所属チームのことを言ってもいけないですけど、目標はチャンピオンズリーグで、優勝するような、優勝を争うようなチームでプレーすることが日本の強化になるという高いレベルの目標を持ってほしいということを伝えました。森保さんの場合はこの8年近い任期ということになるので、はい、で今まで4年間、はい、オリンピック代表も采配を振るわれたということでいうと、はい、長いスパンでそうした子を発掘し育て上げるということで、これは一つのアドバンテージですよね。おっしゃる通りですね。やはり今回、オリンピックから、カタールのワールドカップまで、12人の選手、ひょっとしたら数字間違ってるかもしれないですけど、の選手が、オリンピックからカタールのワールドカップに、はい、続いたんですけど、以前は一つワールドカップ飛ばして次のワールドカップに、オリンピックの強化がつながっていて、うん、今回は初めてこれだけの大人数が次のワールドカップにこうつながったということは、はい、日本の、はい、強化の仕方が変わったということで、私が A 代表オリンピックということを、うん、一緒にやらせていただいたことが一つ成果となって出たと思います。今回は A 代表専任っていうことなんですか？そうですね、はい、で A 代表専任です。その中で、はい、この子の発掘っていうのは、はい、内田さんがおっしゃったような、この今若手の方からこう、はい、見つけてくるのか、はい、今ある選手たちの中で競争で見つけてくるのか、いろいろあると思うんですけど、はい、どういうイメージなんですか？そうですね、スタートは今ある今回のカタールのワールドカップのメンバーが中心になるかとは思いますけど、常に発見発掘はあると思っていますので、より幅の広い、そしていろんな層の年代の選手を見つつ、選手の競争であったり成長度合いを見つつ、はい、そこはニュートラルに見ていきたいと思いますし、専任であったとしても日本人同士で各カテゴリーの監督とは情報交換できますので、常に選手をどうやって吸い上げるかということを考えながら、チームの強化をしていきたいと思いますし、はい、森保さんがヨーロッパのチャンピオンズリーグで、はい、きちんとそのプレーできるような選手っていうのが一つのイメージとしてある、はいはい、で一方でさっき、今日の会見の中でも、もう次 そのコーチ陣ですか、はい、そのバトンを渡していきたい、はいはい、そのことも考えてるんだっていうことをおっしゃってましたよね。その海外組が主流になってくる、はい、で次のコーチの人選っていうのはどういうことになってきますか？そうですね、次のコーチの人選は我々がこれから課題を持ってやっていく中で、
代表としての経験、そして海外でプレーしたことのある経験、はい、ということ、ワールドカップであったり、うん、アジアの厳しい最終予選を知っている、元選手をまた選任していきたいなというふうに思っています。安藤さん、海外代表経験があり、はい、かつその日本代表、ヨーロッパでのプレーの経験があります。ヨーロッパ市でプレーする。どういう人を思い浮かべますか。そんなことはない、はい、また候補には入ってますんで19歳以下の代表のコーチもされてますしね、はいはい、本当にこのテレビは皆さん多くの方が見られていらっしゃいますので森保さん、まあ、僕もしっかり今勉強させてもらっている立場ですので、はいはい、内田さん、やっぱり海外で活躍している選手たちはやっぱりその海外のサッカーを体験しているコーチに指導されるっていうのはやっぱり重要になってくると、内田さん自身どう思いますか。いや、僕自身は大事だと思います、うん、っていうのはやっぱり肌身で感じているこの空気感とか、うん、なんだろう、選手としての感覚ですけども、それはやっぱり大事かなと思いますね。その言葉ではうまく言えないんですけど、まあ、同じヨーロッパでこう体一つで出てく苦労を知ってる、やっぱりチャンピオンズリーグでかなりきつい、トレーニングも試合も経験もしてきた、だワールドカップ出た時にもう日常だよねって言える存在っていうのはスタッフにも選手にもいるっていうのは非常に大きなことかなとは思いますね。森さん、今の意見はどうお考えですか。おっしゃる通りだと思います。経験から言えることは非常に大きいと思いますし、今回のカタールのワールドカップでは、コーチ陣はいわば国内組で、そこは本当にこう J リーグの指導者であったり、地域の指導者に自信を持っていただきたいところはありますけど、やはり経験を持っている元選手が、どんどん指導者 のところにこう来てもらって日本の強化につなげていただくのは、うん、やはり一番いいことかなというふうにことは考えています。そういうようですけど、まあ、もちろんそのヨーロッパの、まあ、外国の方をこう、はい、いろいろ教えを請うことも必要だとは思うんですけども、はいはい、ヨーロッパのリーグを経験しているその日本人の元選手っていうのは大事なキーワードになると、はいはい、いうことですね。私は はい、すごく大切なことかなと思っています。はい、わかりました。まあ、サッカー今度のワールドカップがですね、はい、僕は正直皆さんの頑張りを見て、はい、なんか日本って捨てたもんじゃないなと思ったんですよね、はい、いいチームだなって、はい、いい選手たちだなと思って、はい、森保さんもよく発言の中でその日本人としての誇りとか、はい、日本が一つになるっていうことをおっしゃってますよね、はいはい、何かこのサッカーがこう社会の一つの大きなこの武器になるっていうか、はい、そんなイメージはお持ちなんですか。そうですね、ワールドカップは参加国は世界最多だと思いますし、うん、世界で見てみるとサッカーが一つの言語と言ってもいいぐらいコミュニケーションは取れると思いますし、何よりも今回のワールドカップで、スペインやドイツに勝った日本代表の選手を見ていただいて、日本の国民の皆さんが自分たちも世界と戦えると思う自信であったり、若者が本当こう自分たちはできるんだっていうことをこう自信に思って勇気を持ってもらえるとすごく嬉しいなと思います。で、日本人が本当にこう団結して、チーム一丸となって最後まで粘り強く、諦めずに戦えば世界に勝っていけるんだっていう日本人の良さを今回ワールドカップを見ていただいて、感じていただけていればすごく嬉しいです。内田さん、そういうイズムっていうんですかね、はい、一人一人の選手たちがみんなそのちゃんと持っていましたよね今回。そうですね、大会を通じてというか大会始まってからどんどんもう僕も安藤さんも一緒に取材させていただきましたけども、うん、チームとして大きくなっていたし、それがこう26人だけじゃなくてもう日本中巻き込んで一つのチームになっていったっていうのは実感したので、やっぱりそれが、森保ジャパンの強みだったしサッカーの素晴らしいところなんじゃないかなというふうに思いました。うん、森保さん、まあ、ベスト8というのが新しい景色、はい、しかし長友さんはインタビューの中でもう自分は見たよ、はい、ある意味新しいところをこれから水戸の地を行くわけですよね、はいはい、ベスト8と言わずもう最終目標であるワールドカップ優勝っていうものも
もう具体的にもうイメージしながらチームを作っていかれる考えはありますか？おっしゃる通りです。新しい景色は現実的には超えなければいけない壁なので、そこを目指さないといけないですけど、最高の景色を、見れることを、はい、考えてチーム作りしていきたいと思いますし、もう選手たちはもうそこ、世界チャンピオンも考えながらプレーしてくれていると思いますので、チーム作りの中では本当にワールドカップで勝つ基準ということをしっかり持ちながら、はい、チーム作りしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ここまで日本代表監督続投が決まった森保一さんにお話を聞きました。ありがとうござい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 ました。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。